おはこんばんちは、伊藤です。東京ゲームショーで、次回作、モンスターハンターライズの実機プレイ動画がお披露目になり、盛り上がっておりますが、早いもので、ミラボレアス実装まで、あと2日。今回は、過去作の使用を参考に、対策装備を考えてみましたので、ご紹介したいと思います。まずは、ミラボレアスというモンスターについて、おさらいしておきましょう。ミラボレアスは、初期では裏ボスとして登場している、近畿の固有で、実は、初代モンスターハンター発売から15年間、公式に情報が発表されていませんでしたが、昨年の15周年記念展にて、ついに公式から情報が解禁されました。過去作の実績から、おそらく逆転属性や、竜属性、その次に火属性になるのではないかと思われます。肉質は、顔以外が非常に硬く、足や尻尾などでは容易に弾かれることが想像できます。しかし、首が長いため、立ち上がっている時では、近接武器だと顔に届かないことが多く、必然的に後ろ足や胸を狙うことが多くなるかもしれません。そのため、昔は、貫通弾で顔はめが流行ったこともありました。今作では、鉄鋼流弾がかなり強いため、例外なく有効な戦術になると思われます。問題は、アルバトビオンのように、キャンプへ戻ることができるのかというところが焦点になりそうです。毒や麻痺、睡眠、爆破などの状態異常系は、一通り効くと思われます。でも、近接では、属性武器、特に竜属性か、火属性でいくのが無難ではないかと考えています。理由は、アイスボーンになってから新しく実装された装備、特にアルバトビオンや、ムフェト、マムタロトなどの性能を見ると、属性を強化する装備が多いです。アルバトビオンでは、武器は竜属性が突出して高く、装備でも属性値を底上げできる仕様を取り入れており、そして、直近の固有イベント、クシャルガオラの風圧、テオテスカトルの爆破、マナテスカトリの炎、竜属性は、すべてミラボレアスの特徴でもあります。まさに、我々は、ミラボレアスの予行練習をしていたのではないでしょうか。ということで、今回は、対策装備として、いつもの鉄鋼ヘビーと、竜属性火力型狩猟笛の2つをご紹介したいと思います。はい。まずは、鉄鋼ヘビーから。武器は、テンプレと化した、激バー鉄鋼ヘビー。防具は、ブラキではなく、ゾラマグマシリーズを採用しています。上から、頭、EX ゾラマグマヘッドベータ。ボール、EX ゴールドルナメイルベータ。腕、EX ゾラマグマクロウベータ。腰、EX ゴールドルナコイルベータ。足、EX ゾラマグマフットベータ。墓石は、ラザモノの墓石。装衣は、天神の装衣と、架空の装衣を採用しています。スキル構成は、攻術レベル5、精霊のカゴレベル5、体力増強レベル3、装填拡張レベル3、フルチャージレベル3、ひるみ軽減レベル3、耳栓レベル1、攻撃レベル1、ガード性能レベル5、ガード強化、弾丸節約。シリーズスキルで、攻術の極意と、精霊の加護極意が発動しています。カスタムパーツは、反動抑制パーツ2つと、シールドパーツ3つ付けています。やはり、一撃が強いモンスターということで、防御面を重点的に強化しています。攻撃面では、フルチャージと攻撃1があるので、これだけでほぼ上限まで持っていくことは可能です。猫の攻撃外と、攻撃術、鬼人薬グレート、種、粉塵は前提となります。ミラボレアスののしかかり攻撃は、防御負荷でしたので、今作も踏襲されていると2番で、ガード強化をつけています。他には炎ブレス系や粉塵も、防御負荷だったと思います。基本的に、ガンマー系や触れたら死ぬイメージがあるので、精霊のカゴで保険をかけています。ちなみに、鉄鋼ヘビーは、キャンプへ帰れることが前提となります。帰れない場合、鉄鋼を担ぐべきではないので、次に紹介する、狩猟笛で行こうと思っています。はい。続いては攻撃型狩猟笛です。私にしては珍しく、広域支援型ではないですが、笛による強化や耐性アップ系で支援していく形になります。墓石や装飾品をいじれば、攻撃を入れることもできるので、開封してみるのもいいと思います。武器は、アルバトリオンの狩猟笛、性能については、後ほどご紹介します。防具は、上から、頭、EX ブラティウムヘルムベータ。胴、EX ブラティウムメイルベータ。腕、EX エスカドラームズベータ。腰、EX エスカドラマイトベータ。足、EX マムガイバグリールベータ。墓石は、挑戦の墓石。装衣は、転身の装衣と、対流の装衣を採用しています。スキル構成は、攻撃レベル7、挑戦者レベル7、入属性攻撃強化レベル6、体力増強レベル3、入耐性レベル3、見切りレベル3、超耐震レベル3、弱点特攻レベル3、フルチャージレベル3、不意吹き名人レベル2、脳頭術レベル1、ひるみ軽減レベル1。シリーズスキルは、挑戦者の極意と、耐性変換、属性が発動しています。カスタム強化は、耐震、回復、属性値アップを採用しています。この構成は、ご覧の通り、物理攻撃と属性攻撃を、どちらも最大限に活かして強化しています。それでは、武器の詳細を見てみましょう。武器は、広告金アルビセ、アルバトリオンの狩猟笛です。戦術は、自分強化、高周波、全属性耐性値アップ、属性攻撃力アップ、全属性やられ無効、聴覚保護症&風圧無効、強周波、流、属性系効果アップ。攻撃力は、1751の紫ゲージ、属性値は1450まで上げることができます。攻撃力は、猫飯の攻撃力アップ外や、挑戦者発動でさらに上げることもできます。耐震率は、挑戦者発動と弱点特攻発動で 100% 調整しています。ミラボレアスは、炎攻撃や、流属性攻撃をしてくると思われますので、耐性も高くして対策しています。自分だけではなく、仲間も強化できるのが強みですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は、ミラボレアス対策として、実装前考察も踏まえ、装備を紹介してみました。実装後、想定と違っているような場合や、もっといい装備構成等がありましたが、また紹介したいと思います。あと今回は、広域装備を紹介できなかったので、広域、早食いを使用した構成も考えてみたいと思っています。そういえば、ミラボレアスクエストの、クエスト名が公表されていました。その名も、暁の外観。イベント発生条件は、アルバトリオンを発見していること、ということなので、アイスボーンのエンディングまでクリアした後、導きの地の溶岩地帯を解放、失われた隔離予選をクリア、偵察任務、戻らずの底をクリアして、3祈願の祈願帳に話しかけている必要があります。大体の方はすでにクリア済みだと思いますが、もし、まだクリアしていない方は、クリアしておきましょう。他に気になることといえば、必殺技の存在ですね。ベヒーモスや、ムフェトヒーバと同じように、隠れる系の技があるのかどうか。スマホゲームのパズドラのモンハンコラボで、ミラボレアスが実装されていますが、その必殺技名が、滅びの消滅球、というらしいです。この技は、シュレイド王国を一瞬にして滅ぼしたとされる、超巨大な火の玉だと思われます。これまでのシリーズでは、このような技はなかったので、真の嘘となるのでしょうか。アルバトリオンのような攻略方法などがあるかもしれませんので、もしあたれば紹介したいと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の内容が、参考になった。良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。こういう装備もあるよとか、情報もありましたら、ぜひコメントもお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。導きの青い星が、輝かんことを。星が瞬く間夜中に大きな月が